んっぽくない、まあ、スポーティー寄りな感じの、ね、目線も低いし、さあ、どうさんこんにちはってことでね、愛車自慢の応募方法なんですけども、概要欄の LINE アットから応募できるので、ぜひ応募してくださいということで、今日ねちょっとかっちょいお出してきてるので、オーナーさんを見ていきたいと思います。どうぞ。はじめ2回目じゃないね。何で出た前？前は80のノアで。あ、わかったわかった。あれや、あれでしょ、あのカールソンの、そうカールソンのあの変わった色のあ、そうですそうです、ブラキッシュアゲハガラスフレーク、なんてそう、なんか前ボリューム40なんだ49とか49とかで出てたね、オーナーさんなんですよ。あれリメイクしたの？あ、そう、屋根切って屋根切って半分にしてなわけということで、オデッセイ乗り換えたんですか？乗り換えました。なんで？あれかっこ、まだ新しかったよね。でもあれ、あれ新車で買って4年ぐらいでしょ。はい、まだ全然いけたじゃん。全然、まあちょっと、まあ、アクセルっていうのに飽きてあ、で乗り換えたの？あ、むしろ年式で言ったらこっちが古いよ、ね、あ、もう全然古い。これ25年式でしょ、はい、前のドアだってが、もうほぼ令和になるかならないかぐらい。年式落としちゃった？あ、落として、はい。なるほどね。まあね、まあ、前編ちょっとトークメインなんでね、あのですね、そう、俺個人的に思うことなんですけど、やっぱこの方までがオデッセイかな。そうですね。そこどう思いますか？そこは思いますね、やっぱり。皆さんどうでしょうね。あ、でも今あれじゃないですかね、見てる人はこっちの方がじゃないですかね。みんな RC か RB どっちがいいですか？これ難しい。でもさ、 RC 悪いわけじゃないよ。 RC は、はい、悪いわけじゃないんだけど、改造するならこの方までかなっていう。そうですね。だって RC 改造したらなんか多分アルベルいじってる感じだな、ノアボクとか。多分ノアボク、足回り的にはノアボクいじってる感じだと思います、ね、ストラットでね。そうですね。何が違うかちょっと説明してあげてRC とアルビの違い大きな違いとりあえず、まあ足回りが、そう、 RB 系 RA 系はダブルビッシュ、前後ダブルビッシュボーンで、はいはい、RC はもうフロントストラットのリアクスル、はい、そうなんですになってくるんで、コストダウンしたんですよ。ケチったんですよ、本田さんケチったんですよ。だって屋根の高さね、屋根の高さ半分ってことないけどさ、3分の2ぐらいまでは、ね、だいぶ。でもこれめっちゃ低いね。これはそうですね、下げてるから、下げてるせいで、はい、まあ、俺個人的にはだけどね、 RB までかなって、まあ、皆さんも意見あったので教えてください、はい、逆にさ、じゃ昔 RB1 とかさめっちゃおったじゃん、はい、もういないの RB1 は？あ、もうかいじってる人少なくなってるんじゃないですかね。イベント行ったらいる、ちょこちょこ、もうオーバーフェンダーのオーディオ積んだ昔ながら乗ってる人かな。昔から乗ってる人がだよね、はい、今一から作る人いないかもしれない、ね、いないですね。そう、これね、何がいいってね、運転してる時のフィーリングが本当に、なんだろう、みんなが分かりやすくマーク X とか、そうですね、乗ってる感じとほぼほぼ変わらないというか、なんだろう、ミニバンっぽくない、まあスポーティー寄りな感じの、ね、目線も低いし、しかもこれ下げてて、今だって下手な世代の目線低いからね。低いです、低いです。重心低いから、なんかね、なんだろう、ミニバンっていう感覚じゃないんだよね。そうですね。オデッセの魅力ちょっと言ってよ。俺も昔乗ってたオデッセ好きなのなんか言ってよ。まあそうですね、まあ、2室も詰めるし、うん、一応まあ車内もそこそこ広さはあるけど、うんうんうん、まあ、やっぱ高速とかスピード走行するときはやっぱ走ってて楽しいですね。ノアボク走らせるよりさ、はい、こっちのよう走るでしょ。あ、もう全然、まあ、排気量も違いますからね。これアブソ？これアブソじゃないです。アブソのモドキです。何モドキって？なんかエアロ。アブソじゃないの？アブソじゃない、 CVT のやつ。 CVT のやつCVT らしいです。何がアブソ？でも側は全部アブソなんですよ。どういうことなんかアブソの、うん、ガソリンレギュラーモデル。ああ、ガワアブソの中身ガソリンモデルの CVT ってやつ。あ、そうですそうですなるほどね。え、じゃあ何買おうって、これ何違うの普通のオデッセイと？アブソルートとは、うん、確かメッキがスモークなんですよ、アブソは。あ、分からん、そうなの。で、テールランプも、う
まあ、ちょっと後でまたあれですけど、うんうん、テールランプもあのアブソルートやとインナースモークメッキのクリアレンズあかもしれん。でこれは分かった、はいはいはい、アブソル以外のグレードやったら、うんうん、インナーは普通のメッキ の, あのよく紅白テールって言ってるんですけど、うんうんうん、赤いところとクリアレンズとあって、うん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 、その違 い, その違いでもエンジンも違うでしょ。あエンジンも違いますね。馬力が違うんだっけ。馬力全然違います。これで何馬力あるの。あんまりちょっとえ昔の RB1 ってさなんかアブソだと200馬力くらいあったよね。あでもこれも多分200以上はあると思います。以上あるの。200ぐらいはあると思いますよ。アブソルートは。アブソルートは CVT はまあ全然多分そこまで。でも俺なんか乗った感じさそこまでびっくりするほど変わらんよ。変わらん、まあ、マフラーがやっぱ違うんじゃないですかね。気持ち速いなと思ったけど。そうですね。なんかその 2.5 から3リッター乗るような感じのまでのパワーアップはなんかしない気がする。 あんましないです。確かにね走ってて面白いのは多分アブスかもしれんね。アブスの方が面白いと思う。でも燃費のこっちやない。あどうだろう。JVT の方がいいんじゃないの。でも街乗りで、うんまあ、いじってる分もあるんであれですけど、だいたい6から7。嘘でしょ。本当です本当です。普通に乗って、まあ、測った時、はい。6、7？ 6、7ぐらい、まあ、乗り方の問題もあるかも。そんな悪かった？でも前測った時はだいたい6、7ぐらいで。え、だって RB1 のですよ。あれで、C はい、CVT のやつでさ、10近く出てたよ。あ、本当ですか。乗り方？いじってあんま関係なくない？マフラーいじってても関係ないですかね。踏んでるじゃないですか。バーンとかでバーンとかってやってない。たまにやってます。やってるこれやってるかもしれない。まあ大体燃費ある人乗り方が悪い。乗り方が悪い。分かんないけど、まあ、でも高速行けば17ぐらいは、ね。だってさ、俺 RA6 のデス乗ってたの、はい、それで6、7ぐらい出てて、本当マフラーフルストレートで。じゃあ乗り方が悪いと思うんですね。新しくなって悪くなることはあんま考えられないからね。うん、これ今思うとさ、ちょっと待って。オデッセイって昔さガラスめっちゃ寝てるなと思ったの、はい、思わんかった思いました。今ねあの60ペルス出てからなんかすごくなんだろう起きてるに見えるなちょっと60のプリウスがちょっと特殊じゃないですかね。あれ異常だよね。そうなんですよ。60見てからね俺全部の車がガラスめっちゃ角度きつく見える。割と低い車でもなんかこうやって見たらでもまあ低いんだけどねミニバンにしちゃ、はい、はいはいはい。他何やってある。あこれ他はグリルのここがメッキなんですけど、ここだけ残したの。ここだけ残しました。あれ本来全部メッキ。本来はメッキメッキメッキ。ここもメッキなんですよ。ええここ。ここもメッキなんですよ。あそこメッキかもしれん、はい、塗ったの。塗りました。締まってかっこいいねこれ。塗りました。あでもどっちもありかな。これはこれでかっこいいスポーティー。ここを多分メッキにしてもいい感じになるとは思うんですよ、うん、なんかガッチャガチャの車だったら俺なんかしてもいいかなと思う。あでもあえて塗ったのがいいね。あえて塗りました。違う車に見える。なんだろうストリームとか。あなんかそっちの方に見える、はい、あそっかオデッセイのがメッキ多い感じがある。そうです ねで相変わらずこのフォーグ変わらんのね。フォーグはこれ相変わらずこれなんだ ね, ず っ, とこれねずっとこれじゃない。ホンダって多分範囲レンズ多分大体ずっとこれなの。年式ぐらい一緒やと思いますね。変えないんかな。あでも今あれじゃないですか、なんかデイライトみたいな。あ現行のホンダ車は。あな何この電球。あこれあのちょっととりあえず安い LED に変えただけで。なんで白いのこれ。あカバーが白だけ。カバーが白です。この方でもかっこいいな。ヘッドライトも一応やってやります。ちょっとだけ。いやなんか今回綺麗よ。なんかリベンジ。ありあ、まあまあまあ、今回綺麗よ。俺結構好印象なんだけど今日の車。まあ、ちょっとよかみようか、はい、大丈夫。フロントフロントは一応ヘッドライトも空割りして。空割りなんで。スモールの化粧板っていうんですかね。あの前期やったらブルーで、前期やったらブルーで後期やったらクリアレンズなんですよ。ここの三角ひし形っぽい感じのところ。どこ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 。ここのあ中。はい中。ああここ、はい、そこも外して。何これ青いの入ってるよね。青いの入ってます。あどこだったの。あとこの取れるのそれ。プロジェクターのところも青いのくっついてるじゃないですか、カバーみたいな。え取れるの。空割りして外して。あ何取れるもんなの。あ取れます取れます。あそういうことなの。そうなんかえあってもよくない別に。いやでもなんかそのトータルバランスというか見た目エコカーっぽいか。あそうですそうです。ホンダ車っぽいじゃん青いの入ってると、うん、いやそうじゃ ん, なんかだからなんかちょっと変な顔に見えたんだ。そうなんかストリームっぽいんだ。ブラックともうメッキにしたくて。あだったらいいかもしんない。取りました。
それね、なんかここないだけで印象違うね。なんか違う車に見えちゃう。ちょっとくっきりというか。え、後期はついてないの？あ、前期も後期もついてます。あ、ついてるんだ、はい、え、これ言われる誰かに？いや、もう誰も気づかないです。気づかないよね、これ言われて今初めてあ、そういえば確かあったよ。なるほどね、誰も気づかないです、はい、地味なこと言ってくれました、はい、ということでね、横から見ていきましょう。さあ、横です。ね、めっちゃ低いね。めっちゃ低いですね。天井超洗いやすいですよ。拭きやすいね、これ。セダンぐらい普通の。脚立いらないかな、ね、ってことでですね、あの、私実は言うほど車庫タン好きじゃないんですよ。さっきも言ったんですけど、はい、なんでかってね、いや、車庫タンが嫌いじゃなくて、過度な車庫タンが好きじゃないってこと。あ、なんか言いたいことを分かってくれますかね。そのなんかさ、イベントでよくさ、なんだろう、タントとかがさ、地面着地さ、ぐしゃぐしゃぐしゃってさ、バシャバシャって、はい、なんかね、サイドスープボローンって取れたりするじゃん。なんかあれ見てるとね、違うよなみたいな。あ、なんか分かってくれる。分かります、分かります。このぐらいが限度、俺の中で。なんかね、全部のバランスが綺麗じゃないと俺は車として見ないもん、はい、バカみたいに下げるのなんかおかしくなるんだって。そうですね、いいよ、どんだけ下げたって、はい、それはそれでいいんだけどさ。まあでもネタ的には面白いけどね。まあ車としてはちょっとどうかと思う。じゃあまずね、全体のフォルムがかっこいいね、乗り心地がいい、はい、普通に乗れる、快適に普段 ね、 そうですね、足で使える車がやっぱり一番かっこいい車じゃない。そうですね、と思う俺は。それは普段乗りも、だって作らなきゃこない着地車の車、着地優しさ省くだよ、あの走らせるのに。もっと綺麗なカスタムするやん、ショップって。そうですね、ね、着地するとね、どうしても、はい、でしかもこれ何がいいって結構控えめなんですよ、やりすぎてない。まあ分かんない、世間一般で見たらタイヤひん曲がってるじゃんと思うかもしれんけど、オデッセイ部門で見たらそこまでじゃない。オデッセイ部門でいったら多分もう全然レベル、ね、だよね、足しないぐらい、まあ、つけようと思えば、ね、どんだけでもつけれると思うんだけど、これでも俺までちょっと低いなと思っちゃう最近。なん年かな。あー、どうですかね。今フロントこんな感じじゃん。なんかさ、本当にリムとフェンダーもリムズラでツラツラでもかっこよかったかなと思った。あー、なんかそうですね、それ一応それで合わせたんですけど、なんか下がってくんですよね。なんか下がってくる。分かんない、写真撮ったけどさ、雑誌のデモカー的な感じで言うとさ、はい、やっぱもっとなんだろう、出てて、タイヤとリムがピタピタでさ、そうですね、中にシュッと入ってく感じだとかっこいいなと思っちゃう。セッティングの時は、うん、そのセッティングで合わせたつもりなんですけど、馴染んで下がった、馴染んで下がってる感じ。 あるあるだね、それ。とか、あとガソリン入れたら下がったとかね。あ、そうです、そうです。よくあるんです、その。まあでもこのぐらいだったらいいかな。さあ、ちょっとなんか見慣れないホイールがついてますけど、またちょっと待って、前回カールソンだったよね。あ、前回カールソンでした。相手のカールソンだったよね。あ、そうです、そうです。また何、今回も狙ったの、なんか。あ、もう今回も相手の。これ何、これは最近見ないホイールやね、なんかレーシングハート。あー、懐かしい。これ待って、どっから持ってくんの、こんなは。中古の。あ、中古で買うの。そうですね、新品なくない。あ、新品出ないですし、今ヤフオクとかメルカリ見てももうワンセットあるぐらい。高くなってない？あ、でもこれ安かったですよ。安かったの？4本で6万。それ安いわ。安いです。安い。逆に欲しがらんかな、今。今多分あんまり欲しがらないような気しますけどね。これね、フカリムが似合うだよ、こういうホイールね。フカリムいいよね。フカリム、はい、これかっこいい。じゃあ、あえてね、今時のあのホイール履かないところね。はい、これはね、こだわりはあれですよ、あのホイールナットが見えないところが。あ、これね、はい、なんかあたかもなんかのセンターロックみたいな感じがあって。これかっこいいね。色ってこれなんか純正なの、標準。あ、これ塗りました。塗った、はい、マットシルバーで。マットシルバーで塗ったのだよね。なんか綺麗だもんね。いいじゃん。じゃあちなみにこれ何 J 何 J が入ってるの。フロント 9J のリア 10J。 おー、はい、それもちょっと控えめ。でもやっぱり強化つけたらもっといけそうな気がするけどね。あのちょっと僕もあんまり正確かどうか分かんないんですけど、 9J10J で RB1 はなんかリアのタイヤハウスなんか広いらしくて、ただ RB3 は狭いみたいで、そうなの。 10J で面打ちの車庫体にするとインナーが当たるっていう話を聞いて、そうなの。これも実際やっぱ中ちょっと当たってるとか叩いて。 9.5、10.5 だったらまずいの。あ、いけると思いますよ。ぐらいだったらいける。いける。ただやっぱり車高とキャンバーの兼ね合いは微調整はしないといけないと思います。難しいね。なんか難しいと思います。フロントは多分急半とか 10J とかは問題ないんじゃないかなとは思うんですけど、
まあ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 、まあ、でもこれは似合ってるから言っても、ね、足がいいよねオデッセイ。足めちゃめちゃいい。部品がさ、なんていうの、変えたしキャンバーつけやすいしさ、つけやすい、ちゃんとこう動くじゃん、はい、魅力じゃない。リアはすごい魅力的ですね。ね、魅力だよねこれ、はい、俺はねありだと思うこの感じで。足は何が入ってるの？足は車高調で、はい、V ビジョン。 V ビジョン、よく V 足 V 足って言われてるんですけど、 V ビジョンね、はい、で、でバネはミツルパワーのバネに変えてあります。何キロ何キロ出たの？40の32です。おー、それはなんか理由があるの？フロントは今の車高で全切りするしようと思うと固めと、あ、的、ね、オイルパンとセンター、あ、フロントパイプか、うん、がやっぱり低いんで、低いよ、ね、ちょっと大きいギャップでガーンって打たないね、ガーンってなるときにちょっとまあ制御するのに。なるほどね。で、リアは、で、リアは、うん、リアは、今32なんですけど、24に変えます。変える、はい。なんで？前車高下げてた時はどうしてもタイヤハウス当たってて硬いバネにしてたんですけど、まあちょっと今上げて、インナー今日走ってきた時当たらんかったので。ああ、そういうことね。もっと下げても大丈夫かなって、ね、そうですね。すごいね、それでちゃんとやるってやろうとするとこすごいね、うん、今ね俺は もうとりあえずさ余裕見てめっちゃ硬くして、はい、そのままでこうやって走るじゃん。そうですね。それを調整するって結構お金かかってくるよね。だってまたバネ買ってとかやるとめんどくさいから。やらないよねみんな。やらん、まあ多分1回入れてしまったらそのままじゃないですかね。後ろ何キロするんだっけ？ 20? 次24にします。多分さ、じゃ今乗ってるから分かんないけど体感めっちゃ良くなるんじゃない？あ、24にしたら多分すごい乗り心地良くなると思います、ね、でフロント30でしょ？フロント今40です。あ、40か。ただダブルウィッシュボーンだからそこまではガツガツしなくなする、半分ぐらいになるんじゃなかったでしたっけ？そうそうそう、40が20キロがからストラットよかは、あ、全然乗り心地いいです ね。オデッセイなこれいいイメージある。あ、全然40キロ入っててもでしょ、本当に40キロっていうぐらいな。前なんかね、俺何だったかな、車やった時にさ、はい、なんかバネ100キロぐらいのオデッセイ持ってきたの。あ、そこまで行くともうさすがにね、リジットだね、もうバネじゃねえもん。鉄の塊ですよね。鉄の塊、もう車なんだろう、反発も強いし吸収もしないし、チンバル、はい、バタ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 だしね。なんか100キロって実際出せないらしいよ、なんか。あ、そうなんですか。らしいよ、なんか。分かんないもんね、測んないとね。そうですね、はい、じゃあいいじゃん、めっちゃ、はい、まだこれ乗ってからじゃって評価は出ないからねいいと思う、楽しみだわ。他はエアロは、これはもう純正なの？はもうエアロが純正ですね。アブソは関係ないの？多分一緒やと思います。え、アブソのステップなの？アブソのステップだと思う。本来はついてないの？本来はついてないんじゃないですかね。多分そのままシュッと落ちてるような感じというか。でこの年代はモデューロないの？モデューロあります。 あるんだすみません、サイドは分かんないんですけど、うん、フロントバンパーとリアバンパーと、あとウィング、あるんだ。これはモデューロです。無限は？あ、無限もあります。あ、無限はあるんだね、一応。多分ウィングとグリルとか、はいはいはい、はい、だと思います。あの RB1 の無限のグリル好きだったここのバイザーとね。あー、バイザーもあります。えぐったやつね、はい、あれかっこいいよね、吹きにくいけど。なるほどなるほど。他大丈夫？他はアームも入っとるね、ちょろちょろ。アームはフロントもリアも車外のアッパーも入って、でフロントはショートナックルも入ってます。ショートナックルも入って、あ、はい、ちゃんとやっとるね。ちゃんとやってます。あれ、なんかちょっと前回と違うぞこれやってきとるねちゃんとやってます。あと何て言った？あとはピラーラッピング、自分でやったんか。自分でやりました。うまくね。外したの？バイザー外しました。わざわざ？わざわざ。あ、まあここだけ外して。何かしたの？はい。上手やん。まあ、ちょっとシワシワってなってるとこありますけど。ちょこっとね。はい、ちょっとこれ浮いてるこれ。ちょこっと。ちょこっと。でも分からんくない？多分パッと見は。全部貼ったの？あ、全部貼りました。ここまで？はい。うまいやん。全部やりました。失敗した？しない？失敗してないです。すごいね。器用じゃん。あり。あ、そっか、メッキ？いや、違うの？なん、樹脂というか、はい。ここか。こっちやってないじゃん。そっちはまあそこまで白ボケしてなかったんで白ボケしやだったのね。あ、そうです。汚く見えるもんね、車が。そうなんですよ。あ、今日やってきとるわしっかりはい、ということでね、じゃあ後ろから見ていきましょう、はい、さあリアです。で RB1 よりかっこいいね。あ、リアはかっこいいですね。これかっこいいね、はい、あと車外？いや、純正です。純正でこんなかっこいいの？あ、そうです。後期やからかなと思いますけどね。めっちゃかっこいいじゃん、はい、あれ RB1 ってさ、なんか三角っぽい感じじゃないですかね。だけだよね、ここないよね。あれ、後期は確かつながってオデッセイって書いてあると思います。それがさらに角張ってなんかかっこいい、はい、
ありありあり。ヤンシャっぽい名古屋ですってやっぱ。やっぱヤンシャっぽい。ヤンシャだよね。ちゃんと黒だから余計ヤンシャだわ。そうですね。これ白だとまた感じ変わるもんね。白はないかな。ない。黒がいいですね。シルバーだったらスポーティーだな。ああそうですね。俺シルバーはありだと思う。だけど黒がかっこいいわ。黒かっこいいです。これテールいいね。純正なんだねこれね。これ純正です。なんか車外みたいな純正にするねホンダ。なんか原始的にかな。後期からこれですね。前期はここで終わっている。これあれじゃない、まだ年式があれだからさ、はい、あの当時のなんて自作じゃなくて、なんていうのワンオフのテールランとかってじゃん、はい、風な感じになっちゃうんだろうね。そう技術的にか分からんけど、でもここが点々点々のよく社外っぽいような感じの。でもこれかっこよくない？かっこいい。今見るからこれ当時の社外かなと思うよね。そうですね。あ、ありありあり。でこれは純正。そうですね。これはモデューロの。あ、これモデューロね。はい。ないやつあるの？全部なんか短いやつは何かしらついてるの？ついてます。あだよね、な全くないの、なんか記憶にないから。かっこいいやん、はい、これバンパーもアブソン。アブソン。え、何買ったの後から？あ、違います違います。もう最初からこれでした。あ、最初から買ったんじゃなくて最初からこうなったの？そう、これが MX エアロパッケージっていうグレードで、ほう、その最初からあのアブソルートの。あ、もう正規でこうなの？あ、そうですそうです。何あの BM とかの M スポパッケージみたいな感じ？あ、多分そんな感じ。 AMG ラインとかベンツの、ね、そんな感じ。そんな感じですね。 あるんだね日本車もそういうの、はい、じゃあこれでいいじゃん。これで全然。マフラーは？マフラーはマフラーカッターがなんか S2000 風のマフラーカッターにして。風？風こんなでかくないの S2000 って。もっとちっちゃいこんなんです。あれ何だったっけ S2000 流用とかするのって。あれなんか結構あったよね昔。結構そうですね、記憶が古すぎて分からんわ。もうオデッセイ結構あの S2000 のマフラー買った流用。 RB1 もそうだったよね。 RB1 もいけたと思う。 S2000 のつけたりしてね。そうですね、なんかありましたねそんなの。なんか昔の記憶すぎて、だって何年前よ、はい、5、6、7年前とか。そうですね、6年前ぐらい。民からとか見てもだよ、ね、2010何年とか。情報が古すぎてなんかあったなぐらいしか思い出せんね。これはじゃあ何やったの？テールがあの S2000 風。そうですね。でマフラーは？マフラーは中間ストレート。中間ストレート、はい、太鼓は？太鼓リアはそのまんまです。俺と同じこと知っとる。中間だけ。なんかさアイドリング静かじゃない？あ、静かです。ふっとバーンって言わん？ありますよ。あー、これね俺結構それがしたくて。止まった時にオロオロって言われると結構うるさいよね。結構うるさいですね。でそう、俺も昔 R6 は最初ねやってたけど物足らなくて後ろもストレートしちゃった。あでも踏むとめっちゃ音するよね、バーンっていうから。ホンダって音がしますね。ホンダってするからちょっと聞かせてもらっていい？なんか車と音が合ってないな。でもなんだろう。ああ音はいいけどなんだろう、ちょっとイメージ違うね。そうですね。なんかもうフルストレートでよかったんじゃないか。あ、でも今考えてるのが、うん、中間太鼓そのままでリアストレートにしようかなと。逆にどうなるんだろう。多分もうちょっと音うるさくなると思う。なるのかな、はい、逆にストレートにしてさリア2発さECV つけりゃいいよ。あ、それも考えてるんですよね。太鼓付きの ECV だったら音がピタッと消えるよ。あ、エブリーみたいな感じ。あ、そう、同じあれの太鼓の大きいやつがあるから、それをダブルでつければ直感でバーンってからの音をしたらスーンって。そうですね、それも魅力じゃない。結構、いや結構考えてました。そう、でもそんな高くないよ言って。そうですね、ネットとか見てると太鼓1個6、7万ぐらい、6万ぐらい高い。いやでもワンオフで全部作ったら結構するよ。結構しますね。リアだけそれ作ればいいじゃん。そう、まあ今この現状で多分リアだけそれ入れてしまえば中間ストレートなんで。めっちゃいいよ。めっちゃいい、ね、気分によってピッと切ってバーン走れるから。でこう見たらピッて消すもん俺。結構ね ECV するの迷惑なら家帰る時とかさ。そうです、ね、夜とかうるさいやんね。そう、それもあってストレートはちょっとなかなか、ね、やりにくいよねストレート今。このご時世なんですよ。昔ってよかったけど今なんかさすぐネットにアップされる。そうですね。あとハガキ来るし、はい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 、あと何なんかいたずらされるし車。あ、いたずらされますね。ワフラルする車結構いたずらされる率が上がる。傷つけられてガラス割られたとか、はいはい、やられるよね結構多いです。マフラーね気をつけてください、はい、ということでこんな感じ。ちょっと、ね、そうですね、乗り味気になる久々のオデッセイ。あ、まあまあ、あの低速はやっぱりまあまあ
まあ、バネの硬さ的にまあこんなもんかなっていう感じ、まあ、この車高とこの見た目でどう判断するかね、はい、そうですね、はい、分かりました。じゃあ後半細かく見て試乗インプレッションしていきましょう、はい、じゃあまた明日、さよなら。Your